今回は運命が好転し人生がうまくいくの第98回です。リクエストがありまして、赤坂日枝神社を取り上げます。リクエストの内容は、飯島先生、いつもありがとうございます。皇居の裏鬼門の赤坂日枝神社の守護のエネルギーとかできますでしょうか。過去に十条とか川越はあったのですが、よろしくお願いします、というものです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで赤坂日枝神社ですが、東京都千代田区永田町にあります。ここはとても良いところで、ずーっとのんびりといたいところですね。御祭神は大山国の神様、国の常立の神様、イザナミの御事様、田良中津彦の御事様、この方は中愛天皇です。そして正式な御祭神ではないのですが、勝様がいらっしゃいます。ご利益ですが、大山国の神様が守護、厄除け、魔除け、縁結び、子授けとなっていまして、この方が比叡山延暦寺の守護、そして京都や江戸の鬼門の守護をしています。国の常立の神様のご利益は、国土安泰、開運祥福、立身出世、悪霊退散、厄除け、商売繁盛となっています。イザナミの御事様は、子孫繁栄、夫婦円満、延命長寿、縁結び、安産、子宝、家内安全となっていて、田良中津彦の御事様は、夫婦円満、子孫繁栄、立身出世、国土安泰となっています。この方は先ほども言ったように、中外天皇でして、八幡神社の御祭神の一人ですね。そして応神天皇のお父さんです。そして勝様ですが、このお猿さんは魔を防いだり守護したりします。はじめに赤坂日枝神社の御利益のエネルギーです。
終わりました。次は5歳人の方々のご利益のエネルギーです。終わりました。次はマサル様のご利益のエネルギーです。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。